やっぱり「西遊記」で今回は原作の、僕の孫悟空を原作に、エンターテインメントを描いているわけですけれども、とっても小さい子供お子さんから、そしてお年寄りまで幅広い間口の広いエンターテインメントになっております。自分の役どころは、カッパです。佐工場、そうですね、校の中で、少し、ちょっとおとぼけなキャラクターを演じております。これはですね、月収が出てくるんですけど、自分が守っている川を、住んでいる川を通り上がった人間たちを、食べて、その頭蓋骨です。はい、人間人はめっちゃちっちゃいですよね。ちっちゃいですね。なるほど。自然な乾燥かなんか。ああ、そうか。アクセサリーはちょっとでかすぎる。ちょっと大きいですけどね。ただその分、インパクトは強いと思います。はい、僕は郊外人という役を演じます。大沢さんと西岡さんの、息子役なんですけども、僕率いるサンドイッチが旅をしていく中で、そのいろんな、まあ、ライバルじゃないですけど、いろいろ対立しちゃって、いろいろ邪魔したり、本当に立ち回りとかたくさんあるんですけども、かっこいい映像を使った演出や、そういったものがたくさんあるので、ぜひ楽しみにしてほしいと思います。はい、お母さんです。お母さん、了解です。羅刹女という、力して怖そうな、まあ、見ていただいて決して善人ではないっていうことはもうよくお分かりだと思うんですけども、まあ本当にその西岡さんにするそのユーマ王 と、まあ、見た目は非常にこう怖い恐ろしい妖怪夫婦に見えますが、まあ、お芝居を見ていただければその本当のところが他のところはあまり言いたくないなという感じでして、はい、で美しい可愛い出来のいい息子なんですけども、まあ、この家族というところが今回のテーマでもあって、実は妖怪でありながらそのテーマの一つっていうのが私たち家族で描いてるんじゃないかなと思います。で私が時代劇でやって以来20年ぶりに殺陣をやりまして、この間のキャンさんに運動神経鈍いですよねって言われてしまう。そこまでは言えない。言ったね。言いました、言いました、すいません。はい、そうです、うんちです。でも練習して、そうなんです、はい、頑張りますので、楽しみにございます。はい、主役なんか、私は、今も大沢さんが言いましたように、孫悟空の一行を阻止するという、大魔王で、まあ、だいたい敵役っていうのは大きくなればなるほどね、芝居は面白くなるもんでね、宮本武蔵には佐々木小次郎がいたようにね、敵役は常に大きく、もう倒せないんじゃないかっていうところをギリギリ倒すっていうのはどんだけ強いかってなるから、どんだけ大きくこう阻止できるかっていうことをテーマにやってまして、まあ私はちょっと女に弱くて浮気をしているという、自分の本人のキャラクターと全く、思いも寄らない。ここを作るのに大変苦労して、ね、あなかなか自定できない役ってのは難しいな。僕の記憶では稽古場が結構下ネタで、もうあそこからなりきろうと思って、そういうことですね、作ってました。まあそれでね、日替わりネタもあるんでね、皆さんね、二度と同じことしませんから、19回見る方は19回楽しんでください。それ毎日考えるの大変なんだって。アドリブではね、もう許可を受けてますから、そこを芝居にするんですけども、相手には伝えてない。ガチで、ガチで言ってますから、いやー、これでもね、この芝居ね、本当面白い。疲労って面白くなってる。僕もね、長年芝居やってきましたけどね、大体わかるんだけどね、ここほど進歩があった舞台ってなかなかないよ、稽古場から日ごとにこう良くなってますよ。だからもう本当今日の初日がね、非常に楽しみですね。私は面白いよ。気にしてください。はい、今回妊婦役をやる。違った、豚です。
茶話会をやらせていただきます。ですね、今回のところはですね、やっぱりネルグの松田社長が東証に来て、分かりやすく、やっぱ子供から大人までみんなが楽しめるエンターテインメントにしようという、そこの、そこをみんなで組んで、どんどんそれに近づいて、で僕5歳の子供がいるんですけど、その子も見に来るんですけど、5歳の子でも楽しめるような、おじいちゃん、おばあちゃんも楽しめるような、そんなような舞台になっておりまして、はい、ぜひ。現状三蔵役を演じます、月船さららと申します。今回はですね、今まで何回も何回も孫悟空、西遊記やってると思うんですけれども、ゴールデンボンバーのキャン・ユタカさんだからっていう、悟空にという作品になってるととても思います。で、そこに感化されて、みんながとても面白いキャラクターが本当に日に日に出来上がってきて、無色透明な三蔵としては本当に居所の難しい作品ではあるんですけれども、負けないようにやっております。本当に楽しい、今までとはまた違う、悟空西遊記が見れると思います。楽しみにしていてください。まあ、孫悟空役のキャンが、まあ、相手はもう猿ですね。はい、猿なんですけど、はい、今年も猿年なんでね、ぜひ猿年にちなんで、皆さんね、験担ぎで見に来てほしいんですけどもね。まあ、僕も何度か猿になりきろうと、まあ、1ヶ月ぐらい、日光猿軍団に入団しまして、はい、なわけないやん、なわけないいや、本当に猿になってるよ。そうそう、本当にすごい言ってくださって、いろんなアドバイスを毎回プロがくださるんですけど、もう本当稽古を終わりに連れて、もう本当最近パンを猿に見えてきたって言ってくださって、でそれが本当褒めてるのかバカにしてるのかどっちか分からなかったんですけど、でも本当いいアドバイスをたくさんくださって、なんか、はい、まあ、セリフはウッキッキーしかないんですけど、いやいや、あるな、喋るわ普通でもキャンク本当に運動神経が良くて、吸収力が早いんですよ。どんな盾もそうですし、器用だよな、器用だ、ね、それでお芝居もね、舞台はまだ2回目肌というのも、この稽古の中の初めからのなんていうんですかね、スピードの吸収力っていうのは、そうです、それも本当に素晴らしいと思う。そこ見どころですね。そう、最初はちょっと緊張しましたね。まず殺陣師の方からこう最初にね、殺陣をまず指導された時に、いきなり徳馬さんを足毛にしろって言われて、ちょっと勘弁してください。そのシーンはなくなったんですけど、まあでもなんだろう、なんかキャラがすごい強い、本当的にふさわしい方だなと思って、すごい見どころだと僕は思ってます。逆にどんなところに印象が出てましたか？基本は下ネタ今後役に立たないパチよ立ちますか？いや、役者として、いや結構その徳間さんが 出てらっしゃらないとこもしっかり舞台芝居稽古から見てくれてて、だから結構細かいアドバイスをくれるんですよ。まあ結構破天荒なキャラというか、まあ元気なキャラなんですけど、まあ、真面目なシーンもありますし、そういうところをしっかり見てくださって、あそこはこういう心情でこうした方がいいんじゃないかっていうのを細かく教えてくれるので、すごい助かりましたね。最初は僕が孫悟空ってなんだろうと思って、とにかく元気に慣れきろうと思ったんですけど、ただ途中から皆助さんがもうこのキャラはもうゴールデンボンバーのキャンでいいんじゃないかと、もう自分のキャラをどんどん出して、それがこの舞台が良くなるっておっしゃってくれたんで、逆になんか最近はなんかもう楽しんでやってますから、普段のライブみたいな普段のライブで役者として
どうなんすかね。最近なんか周りでも言われるんですけど、本当にタムさんだねって言われるんで、でもそこも逆に以前より見やすくなったなと思うんで、すごいなんだろう、エンターテイナー、変な、自分で言う。やっぱライブに慣れてるから、その、まあ、音楽だろうと、歌だろうと、多分その場の、ね、空気とか、相手がどう違うこと言っても、パッと返したり、その辺の、なんか、運動神経の速さとか、その辺は素敵ですね。どうしたんですか、そんな本音。洋輔さん。いやいやいや、悟空って人だからね。ありがとうございます。そして相手役の佐々木君も、はい、どうなるっていうんですかね。天才ですよ。そう、天才です。天才なんですよ。完璧主義。何でもできるんですよ。完璧主義。いい意味でね、この二人がね、ライバルになってね、引っ張り合ってるから。芝居も。そう。健康の段階を踏まえてね、こう、ああ、刺激になってるなって、お互い刺激になってもらってるから、こう、向上してってるから、それこがよくいいと思う。最後の二人の戦いこと、ほんと、しびれますね。しびれちゃう。そこは、ほんと、見届けます。もう本当に悪役になりきってるんですけど、でも結構お茶目というか、そうですね、僕殺すみたいな感じで、ちょっと一回僕の足をね、やって刺したことあるんですよ。なんかうっかり、ブスって刺したんですよ。まあ別に事故とかじゃなくて、全然痛くなかったんですけど、突然悟空殺すって言ってる。ああ、ごめんなさい、大丈夫です。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、違いますよ。突然ね、そうちゃめなキャラがね、出てくるのが、すごく僕は思いましたね。そうですね、まあ、結構皆さんやっぱ、個性が強い方々が集まって、すごい面白いと思うんですけど、さ結構稽古場から、みんなアドリブが結構すごくて、みんな好き放題やってるから、最初大丈夫かなって思って。そうですね、それがなんかどんどんいい個性になってきて、みんな、キャラがどんどんいい感じでまとまって、そうなんですよ。そこら辺がそれぞれのキャラクターがすごい面白く仕上がったと思うんで、そろそろ最後のその辺がテーマは愛だからね、この芝居のね、愛を家族、それはね、愛に向かってみんなこうやってるから、そうですね、素敵だよね。何も知らない孫悟空が愛を知って変わっていく姿、すごい、かっこいい。モテますかね。じゃあ、以上で終わらせていただきます。じゃあ今日も初日ですね。はい、ポーズゴーゴーエスこれやんなきゃ、西へ以上ゴーゴーエスポーズゴーゴーエスせーの、いくぞ。